かちゃんありがとうね、本当いろいろおかげさまで。すごい楽しみでした。そうなのよ。いやあなただってまゆかちゃんがさ、このミューズでしょ。ミューズですよ。そういうのミューズだからさ。ビューティーミューズ。マスの感じからアングラな感じまで全てを制覇できるというのがまゆかちゃん。そして私。そうなの。全てを手にした人たちですね。素晴らしいです。喉乾いた。ではよろしくお願いします。サンヨンファンデーションブラシで下地のせてきます。これすごいのよ。あなた気持ちいいでしょ。気持ちいいです。そうなの。究極の今日はね、ファビュラスなツヤ肌にしたいから、はい、今日ねツヤ肌でいきますよ。わかりました。そう、楽しみ。毛がね、間引かれてるから、ほら本当だ、圧がかからなくていいの。本当だ。そう、力が入りすぎちゃっても圧がかからないから、うん、私久しぶりに靴下履いてから超熱い。なんかその大体今いつも最近はざしやってるよ。あ、サンダルですか。サンダル最高。そう、靴下熱いですよ、ね、もう普通も履くのもめんどくやだな。YouTube とかも裸足でやってるからさ。最高。そうなの。しかも下短パンだしさ。もう少年のような格好でやってるから。圧迫されるのが嫌なのも。わかります。なんか締まってんのも嫌だし。うん、うん、分かる。ではファンデーションブラシのご紹介をしていきます。こちらのファンデーションブラシは毛の密度が少ないというのが特徴です。はい、動画以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、私今ちょっと真面目にやっちまった。だいぶ真面目でしたね。そうなんですよ、真面目のひろちゃん、いかがでした。美味しそうだったでしょう。ちょっと取れ高のために頑張ってください。そうなのよ、ちょっと踊らせていただこうか。踊ってください。すごいハイウエストでいいでしょ、これ。いいですね。上すぎなくないでも、うん、すごいでしょう。ほら、すごいでしょう。すごいでしょ、ほら。すごいですよ。そうなのよ。お尻すごいでしょ、残ってると思わない。はい、スキニーなタイトボディにしたのにお尻だけちゃんと残してる。今すごいですよ。ちゃんとヒップが上がってるように設定でね、はい、作ってもらったよね。すごいでしょ。次はスチール撮影に行くわよ、はい、そう、スチールもまたドラマチックに行かせていただくわね。真面目なひろちゃんがまた見れる。そうなのよ、たまには真面目で行かせていただきます。ということで、上手。さすがでしたよ。さすがよ。嬉しい。だってやっぱ人気なだけあるわ。こういうとこなのよ、でもそう、やっぱり綺麗よ、綺麗も当たり前だけれども、それよりもやっぱそこでのやっぱりちょっとしたね、お気遣いだったりとか、うん、またまゆかちゃんでお願いしたいわっていうとこはそういうとこだよ。テクニシャン。そうだね、テクニシャン。私と一緒、テクニシャン。まゆか似てますね。ねえ、すごいわ。テクニシャン、アンドロジナス。本当よ、アンドロジナスでテクニシャン。あなた私の分身じゃない。やった。やったじゃないか。大丈夫、大丈夫。ねえ、すごいわ。ありがとうございます。ギャップ萌えって言いますでしょ。すごくいいわよ、見て。マイカちゃんすごいでしょ。いいの撮れちゃった。いい感じでしたね。すごいでしょ、マイカちゃんって人は。マイカちゃんはもう恐ろしいですね。すごいわよ、ビューティー。あの期待の新人として私はまゆかちゃんを見つけ、そしてまゆかちゃんは脈々とどんどんね、あの実力と才能をどんどん発揮されてきて、あ、これはまたちょっと世界に旅立ったんじゃないのっていう前に、私がもっと唾をつけておくというですね。囲い込み作戦ですね。そうそう、囲い込み作戦大成功。うう、恐ろしい。そうよ。なんか振ってくれないと私喋れない。集中してるから。集中してください。集中してるよ。ありがとうございます。小田切さん、集中してください。集中してるよ。集中して、顔も集中してほしいです。すごいでしょう。プロダクトちょうだい。そんよ、マルチブラシです。チークブラシ。チークブラシ。そうよ、チークブラシ。コシュ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 。はい、真面目になってください。コシュ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 。ほら、すごい。ほら、すごいでしょ。どんどん小顔。このブラシを使うとどんどん小顔になるんですよ。
ねねちゃんも見ててわかるでしょ、近くで。でもどうですか、長らく待たせた創業ブラシのローンチですけど。いや本当、いやみんなが待ってくれてたからさ、いやちょっと本当に今回はね、ちょっとまた本気を出させていただいておりまして、もちろんね定番ものも再販するんですけれども、新作がねまたこれが素晴らしいブラシでね、より、テクニックいらずにね誰でも簡単に美人印象になれるというね3本のブラシを追加したの。いやこれがあったらテクニックがいらないから誰でも綺麗になれるのよ。そうなんだ。だから私のねテクニックなんか必要ないわけ。こうやってブラシをさーっと滑らせるだけで OK なの。今なんとなく外側にスッスッと滑らせるだけでどんどん小顔になってくるし、うん、すごくね、そう、そうなの。さっき下地に使ったね、こちらのねこれファンデーションブラシなんですけれども、これブロンザーつけるのにもすごく優秀なの、うんうん、これをねファンデーションブラシのファンデーションをミックスして、これをちょっとチークのベース、うん、引き締まってきたでしょ、うん、あなたこれがすごいのよ、このマルチブラシ、うん、これであなたヒアルロン酸入れたかのような唇に仕上げることができる。すごいわよ。これローライト取りますでしょ、お口のお山にねこうやってつけてくる、うん、ちょっと上がった感じな、うん、するでしょ、すごい、なるほど。でリップのツヤとか乗せるとよりぷくって、裏まで、裏まで、私は裏まで攻める人生。そうよ。裏攻め。そう。全部そう。人間関係もそう。全部裏を取ってから、私はもう行動に起こすから。怖いでしょ。怖い。結構怖い。結構怖いでしょ。そういう。ヒロちゃん迷い中ですか。ヒロちゃん迷い中。ヒロちゃんちょっと迷ってる。ほら、すごいでしょ、これこれをペタッとしちゃう人がいるんですよ、たまにね、うん、ペタッとなっちゃいけないわけ、うん、そう空気が本当にふわって動いてるように作る、これがとても大切、わかるでしょ、はい、これ好きですよね、いいですよね、これまさにで、もうペラ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 してから、ストップ、そうそうそう、唇、唇、そう、広式、広式、お尻出して、ストップ、ストップ、ねねちゃんにケツを出されました、ダブル攻撃、はい、私がうるさかった、ストップってやる、それできる弟子いたらもうすごいですよね、なかなか、うん、私にできるようになったらもう成功、そう、すごいわよ、そうできる。専用リップ&コンシーラーブラシを使っていきます。はい、ちょっと長いわね、ネーミング。ちょっと長いですね。なんか略語とか作れるといいですね。確かに、食いそう。リッリッコブラシリッコン、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 かわいい。そういうのあった方がいいですね、うん、確かに。いやこれマジで使いやすいんだ、うん、もうすごいよ。さっきのピタッとくっつくじゃん、ハウトゥー動画見ててすごい分かったでしょ。てかこれが一番めっちゃいい、これすげえいいなと思いました、うん、これ自分で持ってても思いました、思った、うん、ね、ピタッてくるね、うん、しかもぼかせるのよこれ、うん、天才、すごい、私すごいすごいわ。じゃあマイカちゃんこれでね、はい、お願いいたします。お願いします。頑張ってデコルテ美人を作るんですよねはい、じゃあお願いします。お願いします。めちゃかわいい、うん、はい、じゃあメインカットはいいですかね。はい、ありがとうございます。でこれから私はね今こんな感じだけどね、あとでとってもファビュラスなねフェイスに仕上がって登場したいと思います。その前に腹ごしらえしよう。はい、クリックリにした、クリックリ大丈夫ですできた、すごいのできた。どう？じゃあそれでお願いします。すごいでしょ、アートよ、アート、めっちゃ面白い。すごいでしょ、これなんかこういうアーティストいそう、うん、いるでしょアート、アートからこうやりますでしょほら、すごいでしょ、あなた、ほらできた、おめでとうございます。すごいわよ、ほらこれで、あ、できた、できた、すごいでしょ、あなたこれ、ヤンキードラマ、ヤンキードラマに、ほら仕上がったでしょ、これすごい
でしょう。これ、わかる？あたいプロフェッショナルだからね。綺麗綺麗できるんだ。すごいでしょう。はい。めでてますね。めでて。セルフラブ、セルフラブ。激しいでしょ、私のスタイル。すごいっすね。すごいでしょ。どうなるんだ。すごいことになるんだよ、これで。こうやって作るんですよ、部屋っていうのは。ほら。池ひろちゃんです。はい。かっこいい、かっこいい。かっこいい、かっこいい、かっこいい。わー、なんでこのイケメン。すごい、すごい、同じ人だよこれ、ね、すごいわよ。いいじゃないですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。わー、ありがとうございます。私の大好きなこのパープルで、ミステリアスパープルを選んでくださって嬉しい。 いや、ありがとうございました。いや、このね、ソーヨというブランドはですね、もう私のね、独りよがりの、ブランドではないんですね。このね、日本という世の中がより明るくなるように、そして皆様がもっとエナジーで満ち溢れて、どんどん自信がね、内側から出てくるようにっていう願いを込めて作ったブランドになりますので、本当にまた新しいビジュアル、そして今後の、ソーヨの世界観、またね、楽しみにしていただけたら嬉しいです。もうみんなで綺麗になりましょうということで、じゃあ皆様ありがとうございます。Thank you.